民用軍はアメリカ合衆国カリフォルニア州南部に位置する軍である。軍庁所在地はインデペンデンスである。2000年国勢調査での人口は17,945人だったが、2010年での人口は18,546人となり、3.3%増加した。シエラネーバダ山脈の東側、カリフォルニア州中東部にある、 ヨセミテ国立公園の南東に位置している。軍内には、オーエンズ川バレーがあり、シエラネバダ山脈、ホワイト山脈及び陰陽山脈に囲まれている。大陸アメリカ合衆国では最高峰である。ホイットニー山が、軍の西部、トゥーレアリ軍との軍境にある。北、アメリカで、最も標高の低いデスバレー国立公園のバッドウォーターボンチが、軍の東部にある。 この二つの地点は互いを視認することができないが、パナミントバレーの上流、デスバレーの西側にある、パナミント山脈からは2地点を見ることができる。現在引用群となっているところは、数千年前からモーノー族、コソ族、ティンビシャ族及び可愛いス族インディアンが居住していた。彼らは、ティンビシャ語やモー,ノー語を話し、モーノーの伝承を持っていた。その子孫は、オーエンズ川バレーや、 デスバレー国立公園の中にある土地を母国として住み続けていた。陰陽軍は1864年にモノ軍とトゥーレアリ軍の一部から創設された未組織の古祖軍の領土から1866年に形成された。1870年にはモノ軍の一部をさらに1872年にはカーン軍とサンバーナーディの軍一部を併合して面積を増やした。 デスバレーに雨が多かった年に咲いた草花、陰陽群は長年にわたって、ーノ農ー族インディアンの母国にある産地の名前を取って命名されたと考えられてきた。実際には、オーウェンズ川バレーの東にある産地の名前を最初にこの地を訪れた白人が土地のパイユート族に尋ねた時に誤って伝えられたものであると考えられるようになった。土地のパイユート族は、 あれが、陰陽の土地であると答えた。彼らはその土地が、陰陽という名前の男が主張である、諸長二族に属しているということを意味していた。1849年に、マンディ遠征隊が、カリフォルニア西部の金脈を求めて遠征した時に、道に迷い、デスバレーに入り込んだ時が、最初の白人とインディアンが接触した時であり、この時、 俳優と諸長二族のパナミントバンドの主張の名前が陰陽だった。白人はそれを産地の名前だと思い込んだ。デスバレー初期の多くの話に登場するインディアン・ジョージは陰陽の息子である。インディアン・ジョージの諸長二族の名前はバーバンダ・サバ抜きであり、走り去った少年を意味している。これは1849年12月に白人がファーネスクリークウォッシュを降りてきた時に、 諸長二族が見たこともなかった白人と荷車さらに大きなバッファローに怯えたことから付けられた名前だった。バーバンダが100歳頃の1940年、教育を受けたパナミント諸長二族の JC ・ボイルズがパナミントバレーに戻ってきて、バーバンダ2849年の出来事を、含めその少年時代について長々と質問した。この時、バーバンダは父の名前を引用だと語った。 1913年、成長するロサンゼルス市の水需要に応じるために、オーウェンズ川の水を引いて、ロサンゼルス上水路につなげた。その時点からオーウェンズ川バレーの文化と環境は大きく変わってきた。1910年代から1930年代、ロサンゼルス水道電力局がバレーの水権や支配権の多くを買収した。1941年、 ロサンゼルス水道電力局は、モノボンチの上流までその用水路を延伸した。引用軍内には、多くの自然美が溢れている。オーエンズ川バレート、シエラ断崖アメリカ合衆国国勢調査局による、報告では、軍域全面積は1227平方マイル。このうち陸地が1203平方マイルであり、水域は24平方マイル。 水域率は0.23%である。カリフォルニア州では面積で第2位、国内では第10位の軍である。下記のリストで太字は都市を示す。その他は国勢調査指定地域である。デスバレーの砂丘東シエラ交通局がアメリカ国道395号線に沿った都市間バスとビショップ市での市内交通を運行している。その範囲には南は カンのリッチクレストから北はネバダ州、リノまで及んでいる。ビショップ空港、インデペンデンス空港、ローンパイン空港及び諸小二空港がそれぞれの町に近い一般用途空港である。ストーブパイプウェルズ空港とファーネスクリーク空港はデスバレー国立公園内にある。インデペンデンスにある引用軍庁舎以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 引用軍はアメリカ合衆国大統領や連邦議会選挙では共和党の強い地盤である。軍内で民主党が勝ったのは1964年でのリンドン・ b ジョンソンが最後となっている。アメリカ合衆国下院議員の選挙ではカリフォルニア州第25選挙区にカリフォルニア州議会下院議員の選挙では第34選挙区と第18選挙区に属しており、 2010年時点で全て共和党議員が務めている。2008年11月4日、同性結婚を禁止するカリフォルニア州憲法、修正命題第8号に関する住民投票では、賛成票が60.4%となった。軍内の教育学区は次のものがある。ロッククリーク、背景は、モーガン山詳細は、デスバレー国立公園を、参照デスバレー国立公園は、 大半が、乾燥地である、国立公園であり、陰陽軍南部とサンバーナーディーの軍北部のシエラネバダ山脈東側にある。ネバダ州、内軍南西部やエスメラルダ軍最南部にも、かかっている。さらに、内軍南部には、デビルズホールという飛び地がある。公園の面積は5262平方マイルあり、セーライン渓谷、パナミントバレーの大部分、デスバレーのほぼ全部、 さらにはいくつかの山脈の部分にも及んでいる。デスバレー国定史跡は1933年に指定され連邦政府の保護下に入った。1994年、この史跡が国立公園に指定され、現在のようにセーライン渓谷やユーリカバレーを含むように拡張された。アメリカ合衆国の国立公園の中でも最も暑く乾燥した場所である。 海面下282フィートと西半球では2番目、北、アメリカでは1番目に海抜の低いバッドウォーターがある。この厳しい砂漠の環境に適応してきた多くの種の植物や動物が生息している。例えば、クレオ想定物種、ビッグホーン、雇用手及び雨の多かった時代の生き残りであるデスバレー、パプフィッシュである。公園の約95%は 厳世地域に指定されている。この公園を毎年77万人以上の観光客が訪れ、その多様な地形、砂漠の生物、歴史的な場所と景観、晴れた夜空と極端な砂漠環境の中での孤独を楽しんでいる。ありがとうございます。